どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り、皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回ですね、素晴らしいゲストの方来ていただきました。階段師の村上ロックさんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。村上ロックです。いやもう番組でねご一緒させていただいたんですけども、はい、すげえっすよね。いやいやもう本当にあの具にもつかないことも毎日毎日こうボソ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 言ってるんですよ。だって階段師ってことで、はい、普段どこで階段されてるんでしたっけ？あの新宿歌舞伎町にあります階段ライブバースリラーナイトというちょっとね変わったコンセプトのお店で、はい、1時間に1回あの階段師が出てきて階段話をするっていうちょっと特殊なバーなんですよ。いやめちゃくちゃ楽しそうですけどもね。いやぜひねあの興味がおありでしたら遊びに来てください。はい本当にね、あでもその日だけちょっと予定入ってたんだ、すいませんでした。 なんでですか？ごめんなさい、日にちも何も言ってないのですいません。ただ、あのそのスリラーナイトさんで、はい、あの YouTube のチャンネルもお持ちなんですよね。そうなんです。あのまたこれいいタイミングで、はい、ちょっと前にね解説したんですよ。おスリラーナイトちゃん の YouTube チャンネルなのでね、ちょっとこれ気になる方はねぜひ見ていただけるとありがたいなと。在籍の階段師の皆さんが、はい、もうめちゃめちゃ怖い話を上げてるという。まあまあまあそうですね、まあ怖い話もあったりとかこうざっくばらんなあの普段とはちょっと違うこう日常のね素顔的なものも見れたりしますんで、ぜひ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 皆さんチェックしていただきたいと思います。ちなみに階段とかって何本ぐらいお持ちなんですか？ですね、通常そのスリラーナイトでお話しするライブ中でやるお話っていうのが通常15分から20分ぐらいのものなんですけど、尺、うんうんうん、それで言うと僕が今50本ぐらい、50? はい、50持ってるんですか？はい、で、まあ、まあ15分に満たないちょっとショートの短めのものを入れるとちょっと僕自分でもね今わからないぐらいあるんですか？そうですね、ただの変態じゃないですか？そうなんですよ、見た目だけじゃなくって本当に変態じゃないですか？これね島田さん実際変態なんですよ。なんで階段とか書くの？いや全部なんかそういえばなんとかなるかなと思ってます。じゃあちょっとね、はい、これプロのもう階段師の方ですから、じゃ今日はとっておきのお話聞かせていただきたいと思います。あちょっとハードルが上がりますね。じゃお任せしてもいいでしょうか？はい、お願いいたします。困りました。まあ、ちょっとこれ変わったお話になるんですけれども、はい、以前僕が勤めてるこの階段バーに来られた女性のお客様、で年の頃が僕と同世代かちょっと上かなと40代前半ぐらいの方なんですけれども、ライブ終わった後にちょっとこうお話ししてまして、でふとあの、ね、ご自身でもそういう体験ってありますかって聞いたら、あごめんなさい、いや私ね、まあ、こんなお店に来といて言うのもなんなんですけど、私そういった体験全くないんですと、うんうん、で何だったら幽霊だとかそういう存在って信じてないんですっておっしゃるんです。ああそうですか、まあそれでもねそういう方って結構いっぱいいらっしゃいますよね。ただねこれ私自分で言ってても矛盾してるって分かるんですよ、分かるんですけどね、はい、私たった一回だけ妙な体験があるんですって言うんです。うん、で聞いてみましたら、はい、この方はまあちょっとした趣味がありまして廃墟巡りをするのが好きなんだそうです。はは、でも20代の頃から、荷物持ってね一人でこう日本全国旅して回ると、うん、でいろんなこの朽ち果てた建物を見て回るのが好きだそう で20年ちょっと前、まだこの女性が20歳そこらだったって言うんですけど、ある時大きなリュック背負って、東北地方を旅したんだそうです。はい、でまあ、いわゆるねこう人が少なくなってる過疎の村っていうのをね見て回って、ああこういうところはいい建物が多かったりするんだよな、いい廃墟があるんだよなと思いながら、さらにその奥に進んでいくと、もう本当にこの人が住まないような場所で、あの森までも行かないんですけどね、林までも行かない雑木林のようなところを一人ずっと進んでいったら、一軒の朽ち果てた平屋、日本家屋があったそうです。でパッと見た感じ、この戦前から戦後にかけて建ったんじゃないかなという、まあ、雨戸にはねあこう板がはめてありました、はい、
で入り口のこの引き戸が2つ外れて、正面から見ると家の奥までずっと見渡せる。あーいいとこだなと、いい感じにこの廃れてると言いますかね、朽ち果ててるなと。でそう思いながら一人でこの家の中入ってみた。でこの女性、まずこういう廃墟に来た時に必ずすることがある、建物の内部をぐるっと見て回って、以前この建物でどんな人がどんな生活をしてたかっていうのを想像するのが好きなんです。なんか思いを巡らすのが楽しいんですね。そうらしいんですね、でまず最初に入った部屋、おそらくなんですけど子供が使ってた部屋じゃないかな、ちょっとしたこのね子供用の読み物なんかが残ってて、でそっから察するに以前この部屋使ってたのは男の子と女の子の兄弟じゃないかなと、でそんなことを思いながら次の部屋行くと、でその部屋っていうのが以前これ仏間だったんじゃないかなと、でそっから推測するのに、まあ、この部屋使ってたのはお年寄り、しかもおばあちゃんだったんじゃないかな、でそんなとこから、まあ、この家にね以前住んでたのはお父さんお母さんで幼いお子さん、男の子女の子とおばあちゃんの5人家族だったのかな、そんなことをこう想像しながら茶の間の方に向かって、もうやっぱりね時代が経ってますから、もう建物全体非常に傷んでるんですけど、荒れ果てたこの茶の間の中、一つだけ茶ダンスが残ってる。茶ダンス、ええ、はい、でこの茶ダンスの上に高さ30センチぐらいのガラスケースがある、うん、でこのケースの中に入ってるのが一体の市松人形なんです。でまあ家全体が傷んでる中で、まあ、ケースの中に入ってますからね、この人形だけは綺麗なまま残ってると、はい、でそれ見た時に、あ、この人形は以前ここで暮らしてた家族たちのこの幸せだった時間っていうのをずっと見てきたんだろうなと思った時に愛おしさがこみ上げてきたと、うん、でもっと近くで見たいなと思って一歩近づいた瞬間にケースの中のこの市松人形がパチッとまばたきした。え？で思わずうわって引いた瞬間、はあ、目が回ったと。誰の目が？この体験者の女性の目がこうぐるっと回る、天井が見えた、はあ、あ、私このまま後ろにのけぞって転ぶんだなって思ったんですけど、次の瞬間ちゃんと立ってるんですよ、ええ、なんですけど1秒前と見てる方角が違うんです。さっきまで自分が背にしてた壁をじっと見てる。何これって思うけどすぐに理由が分かるんですよ。これ自分が市松人形の視点になってます。ただもう一つ奇妙なことがあるんですよ。1秒前まで朽ち果てたこの家の中、朽ち果ててないんです。で目の前にちゃぶ台がありまして、そのちゃぶ台を囲むように両親らしき男性女性で、その隣に男の子女の子で、こっちにおばあちゃんが座ってる。で声とかね音声一切聞こえないんですけど、みんなでこうにこやかな笑いながら談笑して食事をしてる風景なんです。何これと思ってるうちに自分の意思じゃないですけどパチッとまた瞬きした、うん、と今までにこやかだったこの家族、今度はお父さんお母さんがものすごい形相でお互いの胸ぐらつかみながらうわーっと罵り合ってる、はい、で横では子供たちが悲しそうに下うつむいてポロ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 泣いてる。でおばあちゃんも悲しそうな顔してるんですけど、またパチ光景が変わる。今度この家族全員じーっと下うつむいてるんです、うん、とまたパチ光景が変わる。あっと思ったんですけど、今度この家族ちゃぶ台を囲んで全員天井を見上げてる、あの仰向けなんです。はい、床に寝そべってるんです。寝そべってる、はい、その光景見た時に死んでるって思うんです。でおそらく外傷がないところから服毒自殺だろうな、一家心中してるってのが分かるんです。でおばあちゃんだけがねその目線こっちをじーっと見てるというか目が合ってると、うわーっと思ったらまたパチ光景が変わる、元の朽ち果てた家の中です。ただじゃあ自分が元の体に戻ったかっていうとそうじゃないです。数メートル先の壁に向かってもう一人彼女自身の後ろ姿が見えるんです。自分の後ろ姿を見てるってこと？後ろ姿があるんです。え？私あれ何してるんだろうと思ったら、その壁に向かって立ってる自分が首をグッと曲げて壁に自分の頭頂部をグッと押し当てる。そのまま
首に全体重を乗せていくんです。なので首がぐーっと折れ下がっていく。それ見た時に、ああこのまま行ったら私の首折れるって思った瞬間、実際自分の首にズキッと激痛が走った、うん、で思わず痛いっていう声が出て、ふっと気づいたら自分がこの壁の目の前でうずくまってた。ですぐに怖くなって荷物持って、逃げたらしいんですけど、ただね六さん、さっきも言いましたけど、私幽霊だとかって全く信じてないんです。だからこの体験もきっと昼間見た夢、白昼夢だって私信じてるんです。でもねこれも矛盾してるって自分で分かるんですけど、はい、私あの時にね、なぜあの家族があんな末路をたどったのか、その原因ってあの市松人形だってことだけははっきり分かったんですよ、っていう話を聞かせてくれたんですよね。ただまあこれが一体ねどういうことなのかも分からないですし、まあ一体ねその人形にどんな言われがあったのかな。ただの名人芸じゃないですかすげえ。いやありがとうございます。実際、はい、その廃墟でご家族は自殺をされていたという家なんですか。なのかその家自体もね後に調べたわけでもないのでどうかっていうのは不明ですけども、調べてみたら何かそういうことが分かってしまうかもしれないですね。そうですね。でも直感で分かったんですね、はい、この人形のせいで家族たちはそういうことをしてしまった、はい、もしかするとその本当は仲の良かったご夫婦も人形の何かそういう力によって仲違いをし始めて、家族がどんどんバラバラになってしまって最後そういう結末に行ってしまったかもしれないと。そうなんですよね。まあ一家離散と言いますかね、何があったのか、そんなお話ですね。皆さんこういったお話、スリラーナイトさんの方ではね夜な夜な聞けるんですけども、まあ、今ねこのご時世だからって方はですね YouTube ありますんでですね、ぜひチェックしていただきたいと思います。ちょっと本当に思ってた5倍すごかったです。あ本当ですか。はい、僕のことちょっと見直しましたもともとバラエティ番組でね、はい、ご一緒させていただいて、はい、すっげえ面白い人だなと思ってたんで怪談師とはいえ、ありがとうございます。本業半端ないですね。いやありがとうございます。いやいや、今回村上ロックさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。